ジルエズモンドはイギリスの女優。元ローレンス・オリビエ夫人。子供は息子一人で後に再婚しなかった。ジルエズモンドはロンドンで生まれた。両親共に舞台俳優で、自身も14歳の時から役者を志すようになる。1922年に突然父親が亡くなり、一次演劇への夢を諦めかけたが王立演劇学校で学び、1924年から、 ウエストエンドの舞台に出演するようになる。1928年、舞台、バード・イン・ザ・ハンドで、ローレンス・オリビエと共演。彼には何も感じなかったが、彼の才能には、感銘を受けた。舞台がブロードウェイに移った時に、エズモンドもニューヨークに向かう。キャストに選ばれなかったオリビエは彼女を追って、ニューヨークに渡り、スードのプロポーズの後、二人は1930年に、結婚。 舞台の後にイギリスに戻り、1931年にアルフレッド・ヒッチコックのスキンゲームで映画デビュー。その後イギリス映画やハリウッド映画、舞台でも活躍した。オリビエとの間には1936年に息子が生まれたが、オリビエがビビアン・リーとの関係を始めたために1940年に離婚。1942年に映画の撮影に戻るが、 1955年公開の映画がジルの最後の作品だった。1990年7月28日にロンドンで亡くなった82歳ボーオリビエも前年の同月に亡くなっている。ありがとうございます。